このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要1。前回に伐採したメタケを粉々にする動画です。修理屋さんで蘇った30年前のハンマーナイフモアで太いメタケを粉々に粉砕します。ハンマーナイフモアは老朽化しているため、負荷を上げないようにウィーリー走行で粉砕します。竹チップを早く分解発酵させるためにできるだけ細かくします。今日の構成は下記の内容になります。2章は前回の伐採ダイジェスト、4章は支柱の確保、5章は老朽化したモアで芽竹粉砕、6章は残った株の粉砕、8章は粉砕の様子、9章は畑の除草。第1章、今日の畑。雑草が生え始め、3月から除草で忙しくなってきます。第2章、前回の伐採ダイジェスト。5日前にチェーンソーで伐採している様子です。太さが 15mm を超えてくると伐採はチェーンソーが速いです。20数年放置すると7メートルほどになっています。第3章、粉砕する芽竹。伐採して竹のままだと1年放置してもそのままになっています。粉砕も細かくすればするほど早く分解発酵が進みます。分解発酵時間は竹チップで100日以上、竹パウダーは20日とも言われています。第4章、粉砕前に支柱を確保する。粉砕する前に支柱に使用する竹を確保します。畑に差し込む部分を斜めに切断します。基準の長さにするために先端の場所を決めて最終コンテナの端を切断箇所にします。先端の場所を株元にします。最終コンテナの端を切っていけば同じ長さになります。枝の部分を切除します。第5章、老朽化したモアで粉砕する。今日のハンマーナイフモアのご機嫌はいかがでしょうか。ご機嫌が良いようで2回でかかりました。
修理屋さんで蘇った30年前のモアなので、どこかが故障してもおかしくありません。モアは今なき強烈エコー製ですが、マフラーは遺跡製に交換されています。モアの負荷を上げないようにウィーリー走行で粉砕していきます。メタケが引っかかるとモアが持ち上がるので一旦バックします。回転する刃をメタケの長手方向に当てて粉砕していきます。メタケの刃がなくなって竹の部分だけになってきました。長い竹が粉砕されてなくなってきたので、そろそろ終了です。第6章、粉砕くずを集める。第7章、伐採で残った株を粉砕する。地表に出ている株を粉砕します。後日、トラクターで後期して地下茎を切ります。第8章、メタケの粉砕が完了。竹チップはまだ大きいですが、大きなメタケを粉砕することができました。すき込めば半年ほどで分解すると思われます。第9章、ついでに畑を除草。ハンマーナイフモアをしまう前に、まだ小さいですが雑草を軽く刈っておきます。
きりしました。第10章コーヒーブレイク。竹チップには繊維質を多く含んでいるので、すき込むことで微生物が活動しやすくなり、土壌改良ができると思われます。来月の3月からは里芋の作付けが始まるので、残っているメタケはどこまで伐採できるか。メタケは人間にとっては侵略者ですが、野鳥たちにとっては大事な住処なんですよね。今日はモズが現れませんでしたね。今日も美味しいコーヒーがいただけて感謝です。それでは皆様、どうかご自愛くださいませ。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それでは、ごきげんよう。